李昌晩は朝鮮の独立運動家で大韓民国の初代大統領。本願は全州李氏。号は南。字は昌流。朝鮮民主主義人民共和国では李寸万と呼ばれるが、これは韓国では後藤市民の脱落が起こるためである。韓国でも1950年代以前にはと綴られていた。李昌晩は公海道。 平山群馬山名王行佐都領内道の前修利氏の没落ヤンバンの家に生まれた。父、李高カ自然、母の三男二女の末っ子である。俗府では、大僧の長男で、清僧の兄である、ゆずるネイ大君の十六代末裔である。ゆずるネイ大君の長男不早指令、李淳の子孫にあたる。王族としては、十三代前の奇襲生、李密に、 その孫で、日のエネの役の時に武功を立てて、全豊タ君を追贈された、リモト役などがいる。その後、数人の子孫が、官職に就くも、六代前の李朝夏が、影職で、兼令となったのを最後に、没落した。昭晩自身は、李氏朝鮮の王族の文家出身であることを誇りに、していた。父、高志善は、財産を宝刀で使い果たし、二番目の息子が死ぬと、 知人を棒で叩き壊し、立ちを振り回し、その後、3ヶ月の間寝込んだ、東国中の李正番。少年時代の李は、過去合格を目指していたが、1894年に、朝鮮における過去制度が廃止されたため、アメリカ人宣教師によるミッションスクール廃材学堂に入学した。土川財学堂の第一期学生となり、1896年に、 設立された独立協会にも参加したが、時の新路派政権が構想皇帝に残限したため、1898年11月には独立協会の解散、指導者の逮捕が命じられ、独立協会は同年12月、強制的に解散させられた。李正版も1899年に逮捕され、拷問を受けながら1904年まで国中にいた。 同1904年の日露戦争の勃発後に日本が軍事的、外交的、経済的に大韓帝国に浸透するのに危機感を抱いた構想らは1882年の朝米修交通商条約の第一条の終戦条項に基づいてアメリカが主州国に朝鮮の独立維持のための援助を求めることを構想した。そこで英語が話せた理を釈放し、 アメリカに派遣した。ハワイを経由して、アメリカに渡ったりは1905年8月、時のアメリカ大統領、セオドア・ルーズベルトに面会し、我々は皇帝の代表者ではなく、一進会という団体の代表者であるとし、皇帝は朝鮮人の利益を代弁することができないと、大韓帝国と構想を積極的に否定した。その後はアメリカに残り、ジョージ・ワシントン大学、 ハーバード大学を経て、プリンストン大学で博士号を取得した。このプリンストン大学による哲学博士号授与により、リは朝鮮人初の博士号取得者となった。この時期に、プリンストン大学の総長であったのが、後に大統領となるウッドロー・ウィルソンである。ウィルソンはリを気に入り、彼が自宅で開く、懇親会に常連客として迎え入れ、オリオに触れて、 将来の朝鮮独立の救世主として紹介した。ジョージ・ワシントン大学における成績は平均 C と低い成績だったが、上記のように修士課程を修了し博士号を取得した。なおアメリカ留学中の1910年に日本と大韓帝国の間で締結された日韓併合条約により、大韓帝国は大日本帝国に併合されることとなる。 大学院卒業後の1911年に日本領となった朝鮮半島へ戻り、ソウルのキリスト教青年会で宣教活動に就いた。しかし1年半の後、当時の寺内正岳朝鮮総督暗殺未遂事件の関与を疑われ、再び渡米した。アメリカに渡る途中に日本本土へ立ち寄り、下関、京都、東京に観光のため滞在し、 鎌倉市で開催された朝鮮人学生大会にも参加した。渡米後の1913年にハワイの日本人としてホノルルに今日構え学校職員として勤務する傍ら朝鮮独立運動に携わった。1918年リート進行があったウィルソン大統領によって民族自決などを掲げた平和原則が議会において発表された。同年12月には パリ講和会議においても、民族自決を含む条約が提起されるに及び、ロビー活動を行うためにも、パリ行きを希望する。しかし国務省は、理の旅券を発行しないよう指示されていた。金急職とともに、1919年4月10日、上海で結成された、大韓民国臨時政府の初代大総理に就任し、9月11日からは、臨時政府大統領となった。 上海臨時政府は短期的にではあれ、朝鮮独立のための統一戦線として、左右両翼を休合できたという点で、独立運動における画期的な存在であった。これまで独立運動において、それまでほぼ無名であった理が大統領に選ばれたのは、第一次世界大戦終結に際して民族自決をはじめとした14過条の平和原則を、 唱えたアメリカ合衆国のウィルソン大統領と人脈があると考えられ、さらにかつての大韓帝国皇帝構想ともつながりがあるということが指摘されている。実際、同時期に成立していた各種の朝鮮独立運動の臨時政府において、リはリストのナンバー1か2に必ず名を連ねている。一方で、リは国際連盟による朝鮮の委任統治を提案していた。 これは独立達成のためには委任統治というステップを踏むことが必要であるという考えであったが、これは左派のリ・アズマヒカリらの強い反発を受け、第二の利関用であると非難された。商番は完全に政府から浮き上がり、1920年12月8日に上海に入ったばかりであったが、1921年5月に上海を去った。やがて弾劾を受け、 1924年からは1925年3月21日には大統領職も追われている。以降はアメリカでのロビー活動に宣伝することになった。李正万は日本はいずれアメリカと敵対する。その時には朝鮮を占有とするべきだ。日本の侵略を容認して朝鮮を見殺しにした。アメリカも同罪であるなどと強い調子でアメリカの支援を要請したが、 アメリカの支援は得られなかった。1944年9月、カイ路宣言の適切な手続きにより、朝鮮の自由と独立を保障するとした文言になぜ彼らは我々を実質的に助けたり激励したりして自分たちの真心を示そうとしないのかと懸念を感じ、米国の官僚に対し我々朝鮮は国際社会で泣いている子供と同じだ。我々が望むのは マサヨシと構正だけだ。泣く子は時や場所をわきまえない。朝鮮は諸大国が集まりさえすれば時も場所もわきまえることなく泣き立てるだろうと語った。北緯38度線以北の朝鮮半島北部を間接統治していたソ連軍政長官と、左から李昌番、九91人を置いて安在広史第二次世界大戦勃発後、 1945年8月15日に日本が降伏し、その後連合国首脳によるヤルタ協定に基づき、朝鮮半島は北緯38度線を境界に、北部はソ連軍、南部はアメリカ軍による連合国軍勢に置かれることとなった。朝鮮独立から2ヶ月後の1945年10月に、李正晩は在朝鮮アメリカ陸軍司令部軍政庁。 直接統治下の朝鮮半島に戻り、独立建国運動の中心人物となった。彼は他の運動家に比べて活動歴が長いこと、大韓民国臨時政府の初代大統領であったこと、朝鮮建国準備委員会に名を連ねたことがあること、30年に渡るアメリカでのロビー活動によって、アメリカ人の支援団体を持ち、米国内では関係者に知られる存在であったことから、 アメリカ国内においては大統領に就任すべき正当性を備えているとみなされていたと言われている。中華民国の蒋介石総統と、李は中国国民党にも人脈を育てており、マッカーサーに彼を強く推奨したのは蒋介石だった。李はマッカーサーの専用機に登場して帰国するやアメリカの意を受けて賢順とも林政とも距離を置き、反共統一を掲げた。 朝鮮には他に有力な反響の右派が存在しなかったこともアメリカの支持を受けた理由の一つだったと思われる。即時独立を求める民族派の緊急や中道派の領運協、左派の僕権営といった有力活動家がアメリカと正面から対立する中で、李はアメリカ軍勢をある程度容認していたことも大きい。また、李が真面目なクリスチャンであったことも支持を受けた。 理由とされる。理は、日本統治時代には、朝鮮半島にいたことがほとんどなく、地盤も基盤も富も持ち合わせていなかった。これを支えたのが、全羅道を本拠としていた、金聖主率いる湖南財閥と、それが中心になって組織された韓国民主党である。反民党は賢順に対抗して、林政を支持していた。また解放後に新聞が行った、 各種世論調査において、李は他の指導者に比べて圧倒的な支持を受けていた。反日民族派の緊急による新日派粛清に恐れをなした日本統治時代の対日協力者が李の支持基盤となったのである。しかし、在朝鮮アメリカ陸軍司令部軍政庁はおそらく当初の予定通り李を支持し、彼と反民党を仲介した。 林政と韓国民主党は新宅統治反対運動の路線などをめぐって対立しており、林政と左派との合作が始まると、反民党は理想版に接近する。両者の連合は独自の勢力づくりに動き出し、理の下に政府準備組織、独立促成中央協議会を発足させた。このことでアメリカ軍政下には独、独足、林政、 ケンジュンという三つの政府組織が存在することになり、ソウルは大混乱に陥った。リーと、反民党の連合は、ケンジュンで勢力を誇っていた左派と、その他の大韓民国臨時政府出身者に対抗し、アメリカ軍政開始直後のソウル政界で主導権を握った。大韓民国政府重立国民宿が指揮。前朝鮮所政党社会団体代表者連席。 会議は5.10単独選挙を阻止するために開かれた。4月19日から、平壌のボタンミネ劇場での連席会議で、南朝鮮の41個の政党、社会団体と北朝鮮の15個の政党、社会団体から選出された695名の代表者が参席するのだが、これは当時南北をすべての左、右勢力の大部分を網羅していた。 実際に、南朝鮮からは、南朝鮮労働党、勤労人民党など左翼系列の政党だけでなく、韓国独立党、民族自主連盟など右翼系列の政党も参加しただけではなく、僕県営、白、名雲、金球、近継職、長祖上がるなどの有名人などの左翼及び右翼も参席、した。在朝鮮アメリカ陸軍司令部軍政長が最も、 嫌った左派の排除に成功した李承晩と反民党は1948年5月10日に行われた国際連合監視下での総選挙に臨んだ。この選挙は米ソ両軍撤退南北要人会談総選挙という順序で政府樹立の3段階の法案に反しており朝鮮半島の南北分断を固定化するとの理由から民族派の緊急や 中道派の近景職らの有力者も含めた大反対の中で強行され、各地で反対派による武装闘争が展開された。南朝鮮単独での初代選挙に至る過程で起きた最も悲惨な事件が、チェジュ島4.3事件である。1948年4月3日には、朝鮮の南北分断を固定するとの理由から、南朝鮮単独での総選挙実施に反対する。 家庭でこの事件は発生し、少なくとも3万人の島民が、南朝鮮国防警備隊やその後進の大韓民国国軍、南朝鮮の民間右翼などによって虐殺された。この事件は今後、チェジュ島だけは、島民の意思で動こうとする運動を北朝鮮の介入とみて、南側の軍部や自警団が島民を虐殺したものである。チェジュ島は後に大韓民国の領土になった。 この事件によって日本に逃れたことで現在の在日韓国、朝鮮人となったものが多い。総選挙によって李と反民党は政権議会の多数を制した。そこで制定された第一共和国憲法は議会が大統領を選出すると定めていた。1948年8月15日にアメリカ合衆国の講演の下朝鮮半島南部のみを実行支配する。 大韓民国政府樹立を宣言した。李は議会多数の支持を得て、初代大統領に就任した。李政権は地主、資本家及び大日本帝国統治下の朝鮮人官僚を勢力基盤としていた。大韓民国建国の翌月、9月9日に朝鮮半島北部を実行支配していた北朝鮮人民委員会を母体に朝鮮半島北部に 朝鮮民主主義人民共和国が建国された。1948年8月15日の大韓民国と9月9日の朝鮮民主主義人民共和国の建国後、大韓民国の李大統領は、北新統一を朝鮮民主主義人民共和国の金日政首相は、国土管制を唱え、それぞれが互いに互いを平等する形での朝鮮半島統一案を提示した。 李正晩は失脚の瞬間まで独裁的に振る舞った。韓国国内は政治的対立で揺れ続けた。対立は多くの場合、体制派と反体制派、与党と野党の論争というよりもむしろ、李と議会政治家たちの圧力であった。大韓民国建国直後の1948年9月に反民族行為処罰法が制定され、 この法律によって1949年1月に反民族行為特別調査委員会が創設され、以後大韓民国では親日反民族行為者が法的に認定されている。また、1948年に発生した霊水巡天事件を契機に、大韓民国国内の南朝鮮労働党員などの反利昇番左右区、北勢力除去を目的として、 1948年12月1日に国家保安法を制定している。1949年1月5日に朝日新聞を通じた日本への新年メッセージでは過激な反日姿勢を見せてなかった。そこでは日本の皆さん新年おめでとう。韓国人は日本人が韓国人へ抱いてるのと同様に善良な皆さんに対してては何の葛釈もない過去40年。 韓国人が受けた板では日本の軍国主義者の罪であって日本人もまた政府の同様に被害を受けた。隣人の両国民はお互いに仲良くしなければならないことを日本人は忘れてはならないとしていた。韓国政府内部の最初の対立は大統領制を取り続けるか議員内閣制を採用するかをめぐって起きた。大統領制の維持を目論無理に対し理を支えていた。 反民党の多数は、議員内閣制の採用を望んでいた。この両者の対立はほどなくして、抜き差しならないものになった。日本統治時代に、広瀬専門学校教授をし、ソウル大学校教授を兼務していた、ユチンゴ憲法起草委員会議長は反民党の意向を、受け大統領を形式的な原始とする、議員内閣制に近い憲法草案を起草していたが、理により覆され、 大統領中心性へと転換される。初代内閣組閣の時にも、反民党との対立は起こった。反民党は、金正史を国務総理に推していたにもかかわらず売り、正番は、李陰英を国務総理に、任命、27対120の大差で否決される。しかし、正番は続いて、李半石を国務総理に、任命、110対84で可決。 初代内閣からは反民党はほぼ排除され、金土縁が財務部長官に任せられたのみとなった。1949年には、反省番勢力が団結して、政界再編が起き、民主国民党が生まれた。民国党には、臨時政府出身者の一部も加わり、新翼期、長日の枝村がリーダーとなった。民国党は、会見案を上呈したが、 在籍者中3分の2の賛成を得られず、会見案は否決された。さらに、1949年6月26日には、右派陣営で、李正万最大の政敵であった緊急が、あ時によって暗殺されている。あの時は、反共団体の西北青年会の元会員で、思想的割に近い人物だった。李正万は、第二回総選挙で、支持母体である、 大韓国民党が惨敗したことから北朝鮮に対して北新統一と強硬な姿勢を示すことで求心力を得ようとした。1949年2月にはアメリカ陸軍長官との国費会談の中で軍備を増強した上で遠からず北朝鮮に兵を進めたいと表明したが長官からたしなめられてアメリカを窮地に陥れるような行動はしないとの約束を強いられている。 また、このことで、米国の不況を買うことになり、経済、軍事の両面での支援が停止された。北朝鮮は、韓国とは、対照的に、ソ連の支援を受けて、軍事力の増強を行っていた。金北空軍基地に到着した、ダグラス・マッカーサー原水を歓迎する、李承晩。1950年6月25日、朝鮮民主主義人民共和国が、 大韓民国に圧倒的な戦力で攻撃を開始、朝鮮戦争が勃発した。農反旗を理由とした兵士の休暇、総選挙による警戒態勢の解除、装備、戦力の差、同年6月に行われた人事堂など、様々な理由から圧倒的な朝鮮人民軍との人員、戦力、装備の差から、大韓民国国軍は芝叩く間に、総崩れとなった。 李承番は、開戦2日後の6月27日午前3時に、特別列車でソウルから逃亡し、韓国では、現在も批判されている。6月28日に、首都ソウルは陥落した。その際、北朝鮮軍の侵攻を遅らせるために、再兵特少省の命令により、観光にかかる橋が爆破され、多くの軍人、民間人を置き去りにする結果となった。 また李承晩は、アメリカ軍や大韓民国国軍上層部と総合、北たすなどして、むしろ厄介者扱いされることになった。首都ソウルの陥落後、李は政府を水原に移すとともに、自らは、テグに逃亡するもソウル北方の防御線で、北朝鮮軍を食い止めているとの情報を受けて、大田まで戻った。しかし7月1日に、テグや大田にも、 北朝鮮のゲリラが浸透しているとの情報を受け、ジープと列車出来裏まで向かった後、海軍警備艇に乗船して、再び逃亡した。翌7月2日の昼前、富山に到着した。また富山陥落に備えて、日本の山口県に6万人規模の人員を収容できる亡命政府を建設しようとし、日本側に GHQ を通じて要請を行った。 1950年7月7日の国際連合安全保障理事会による国連軍創設決議案決議後、アメリカ合衆国のハリー・エストルーマン大統領の指名により、ダグラス・マッカーサー元帥が7月10日に初代国連軍司令官に任命された後、7月14日に、李大統領は大韓民国国軍の指揮権を国連軍司令官に移譲した。 1950年9月15日のマッカーサー国連軍司令官による二川上陸作戦により形勢が逆転し9月26日に国連軍が奪還し9月28日に北朝鮮軍の総統を経た後9月29日に李は普山からソウルへと首都を再選とした国連軍のソウル奪還後開戦以前の南北両政府の事実上の 国境線であった北緯38度線を国連軍が北上することはソ連や中華人民共和国など共産権の介入を招くのではないかと国連軍内部で問題となったが北新統一を望む李大統領は定位地権参謀総長に大韓民国国軍の38度線北上を指示したため韓国軍は38度線を超え すでに国連軍司令官のマッカーサー元帥も38度線突破を決意していたこともあって、この大韓民国の独断突破は事後追認された。大韓民国国軍と国連軍は朝鮮半島の北進を続け、1950年10月19日には北朝鮮の首都機能の存在した平壌に入場し、10月26日に 林富沢大佐率いる大韓民国陸軍第6、師団第7連隊は、蘇山を攻略、中朝国境の王力港に到達した。交尾延長と対処された朝鮮戦争当時の中華人民共和国のプロパガンダポスター。李大統領の指示による大韓民国国軍の38度線北上突破と、その後に続いた国連軍の北進は、 1949年10月1日に建国されたばかりの成立間もない中華人民共和国の毛沢東主席に他守る国、神尾延長の標語の下で法徳会司令官率いる中国人民志願軍の直接介入を決断させ朝鮮戦争を最初の東西冷戦の代理戦争とするに至ったしかしながら この1950年10月以降の大韓民国軍及び国連軍の38度線北上に際し、毛沢東主席や周恩来総理ら中華人民共和国の首脳部は台湾に逃れた中国国民党の蒋介石総統、率いる中華民国の占領よりも朝鮮戦争を重視する観点から中国人民志願軍の参戦を決意しており、他守る国、 神戸延長の標語のもとで、同1950年10月19日には、法徳会司令官率いる神戸延長義勇軍が王緑港を渡って朝鮮入りし、10月25日より本格的に国連軍と衝突した。国連軍は、この神戸延長義勇軍の人海戦術に敗北を重ね、12月5日には占領した平安から撤退し、同年12月中に、 中朝連合軍は38度線にまで南下。翌1951年1月4日に、中朝連合軍は、ソウルを再占領するに至った。1951年1月10日、リは、トルーマンアメリカ大統領を宛てに、ソビエト連邦首都への原子爆弾を使用した、民間人大量殺戮を示唆する書簡を送っている。今なら、まだ、韓国軍は戦線を維持できます。 しかしこの気を逃せば、中国と北朝鮮の共産主義者ともは、我が軍を壊滅させ、反共主義勢力を滅ぼすでしょう。マッカーサーに、共産主義侵略を阻止する原子爆弾使用許可を与えるべきです。モスクワに、原子爆弾を数発落とせば、世界の共産主義者ともは震え上がるでしょう。シンマンリー、レター、10ジャニュアリー1951して中華。 人民共和国の直接介入後、朝鮮戦争は、東西冷戦下の代理戦争の様相を停止始め、李昌磐の存在感は徐々に薄れていき、李昌磐が、朝鮮人民軍に捕まったという噂までが流れる、始末だった。朝鮮戦争期の清掃朝鮮戦争の最中でも、李は、野党の弱体化を目論み、野党の民国党のスポンサー的存在だった、湖南財閥の中核。 形状暴食の預金引き出しを停止する。このため警防は利波に資金供給先を変更し、民国党は強力な経済的基盤を失うこととなる。1952年1月18日には利昇版ラインを宣言した。このラインが撤廃されるまでの13年間に日本漁船の捕獲事件などによる日本人抑留者は3929人。 死傷者は44人を数え、人間として満足な生活をする権利すら与えられず、家族が送ってくる差し入れ品すら、韓国警察によって中身が抜かれて届かなかったりした。当時、李が語った、アメリカはあまり信じるな。ソ連の奴らには騙されるな。日本は必ず再起する。注意せよ。が韓国で流行語になった。 同年には再び議会との対立が激化したが、政府は不残に逃亡していた。人気切れを控えていた李は憲法の再選禁止を撤廃するために参戦までを許す会見案を提出した。これに対抗して野党は議員内閣政案を提出した。李は戦時下の不残に改憲令を布告し、野党議員を大量に検挙した。 1952年7月4日、国会が警察に包囲されている中、与党議員がほとんどを占めている国会で、会見案は可決された。大統領の選出は自家先生となった。この頃までにリハは自由党を組織している。この時期、アメリカは戦時下において議会との対立を解消できない理の排除を考え始めたと言われている。 国民防衛軍事件や今さよしみ虐殺事件によって、大韓民国陸軍本部では、利に対する反感が高まっていた。朝鮮戦争初期に、大韓民国に侵入した朝鮮人民軍兵士は、その後、韓国内でパルチザン闘争を繰り返した。同じ朝鮮民族によるパルチザン闘争の衝撃は強く、王引いた。また、李が、 小病兵の遺門としてある病院を訪れたとき、その中に韓国出身の在日朝鮮人の義勇兵が混ざっていた。一方で、李は1953年1月5日から1月7日までの間、国連軍総司令官マーク・ w クラーク大将の招きの形で非公式に訪日し、1月6日にクラークの皇帝で吉田主義首相と約1時間対談した。 内容は未だに明らかではないが、険悪なやりとりであったとされる。1953年、戦況が膠着した朝鮮戦争について、国際連合主導による休戦提案が出始めると、李は、停戦反対、北進統一、休戦は、国家的死刑を口にし最後まで休戦に反対し、北進統一論に基づいた朝鮮半島の大韓民国による統一にこだわった。 しかし国際連合は粛々と休戦への道筋を作り、6月8日に両軍の捕虜送還協定が締結された。6月18日に李はアメリカに何の予告もなく捕虜収容所の監視員に捕虜の釈放を指令して抑留していた朝鮮人民軍捕虜2万5千人を北へ送還せずに韓国内で釈放するという事件を起こした。 正式に決まった協定を保護にする暴挙だったことから、国際世論の非難が高まった上に、北朝鮮内の中国人義勇兵の全面撤兵を、李は要求し、早期休戦を望む国連軍やアメリカ軍と激しく対立した。7月16日のソ連の新聞、ソビエトニュースは以下のように報じている。ここ3年というものは、李正万について聞いたことがなかった。3年の間、 南朝鮮のすべての問題は、アメリカ軍司令官だけによって指令されており、李承晩は、釜山の奥にいる、アメリカ軍の裏庭あたりにお預けになっていた。ところが、今突如として、李承晩はあまりに強大かつ強力であるため、国連軍司令官もアメリカ大統領も、また、アメリカ議会も彼とは、立ち打ちできないと発表されている。無様な茶番劇が上演されているのだ。神や富士。 朝鮮戦争しかし、あまりにも存在で強引なりは、普段の捕虜釈放事件で孤立することになった。李はやむなく休戦に同意し、1953年7月27日に、大韓民国の政府要人が署名しないまま、中朝連合軍代表の南日朝鮮、人民軍大将と、国連軍代表のウィリアム・ハリソン・ジュニアアメリカ軍中将が、 朝鮮戦争休戦協定に署名した。朝鮮戦争休戦後も、李はアメリカ合衆国議会に出向き、再び北進統一を訴えたが、もはや彼の言葉に耳を貸す者は誰もいなかった。1957年に発行された戦犯紙幣、李の肖像画が描かれている。1954年10月14日には、韓国の生徒たちへ、日本帝国主義の侵略性と その韓国への悪意を教えるよう命令した。これは、韓国経済を独占を望む日本の陰謀への対抗措置で、教師、大学教授に命じて、生徒を激動させようとするものと発表させた1954年、当時の憲法では、大統領の任期は2期までで、参戦はできないことになっていた。しかし、生涯大統領を望む李正番及び、与党自由党は、 初代大統領に限って参戦禁止規定を撤廃するという会見案を提出した。11月27日の国会投票では議員203人中賛成135票、反対60票、棄権7票、無効票1票という結果になった。可決には議会の3分の2に至る135.33票以上、つまり三十六票が必要だった。よって、 わずか一票届かず、会見案は否決されるはずだった。しかし、理派の国会議長は、135.33票とは、社会通言上の概念である、死者誤入を用いれば135票であり、会見に必要な3分の2を超えているとして、会見案の可決を宣言した。1956年、80歳を過ぎた理が参戦を狙った大統領選挙に際して、 民国党を中心とする野党勢力は、やっていられない、変えてみようスローガンに統一戦線を組み、民主党を結成した。一方、自由党は、変えても変わらにゃ、長老がましというスローガンで対抗した。民主党は、大統領候補に、新翼期、副大統領候補に、超務。自由党は、大統領候補に、李承晩、副大統領候補に、力法という婦人だった。 選挙直前の5月5日、民主党の大統領候補、新翼期が遊説に向かう途中の列車の中で脳一血で倒れ、休止するというトラブルがあり、民主党は副大統領候補だけの選挙を余儀なくされた。関係の介入もあり、選挙の結果、李承判は大統領参戦を果たしたが、副大統領の力法は民主党の超務に敗北。大統領が、 与党、副大統領が野党という一種のねじれ現象が起きた。恒例の李承晩に一万一の事態が起これば、副大統領の民主党の張務が繰り上げて、大統領になる上に、次の大統領選で、李が当選する火災も怪しくなり、自由党は危機感を抱いた。同年9月28日には、退役軍人による張務副大統領暗殺未遂事件を起こし、 1959年4月30日には、超務系の野党史、k g 新聞を廃刊処分させ、同年7月には、前年に新歩党事件で逮捕した、捜査サグガン、新歩党党首を処刑するなど、李は、徹底的な性的潰しを行った。李は25歳年下のフランチェスカ夫人との間に、実施がいなかったため、党員にあたる側近で副大統領候補でもあった。 力法の長男、李安氏を子に迎えた。孔医氏は1957年にソウル大学校に入学をするが、その入学が特権措置によるものであったことから騒動となった。しかし、昭晩の独裁下では、批判ができようもなく、案の定、独裁者の息子は、たびたび問題を起こし、朝鮮日報社、韓国現代史119事件ではこう記されている。 この風潮に便乗する格好で、1957年8月末に、京ひじり塚という22歳の男が、皇位氏になりすまし、父から密命で、公務員の不正を調べていると地方の道知事や、警察署長などを騙し、熱い接待を受けたり金品を要求するという事件を起こした。事件発覚後、慶州知事の尊いお方が一人でいらっしゃったのだからという、 発言が取り沙汰され、かねてからの皇位子への無法への反感や政権への不満感から尊いお方という言い回しが流行語となった。1959年12月4日には朝鮮民主主義人民共和国の南日外相の呼びかけに応じた日本政府による在日朝鮮人の北朝鮮への帰還事業を阻止するために李正万政権は密かに日本に 民団所属の在日韓国人と協力して、北韓機関組織工作員を送り込んで、新潟日赤センター爆破未遂事件を引き起こした。李正万大統領の独裁政治に対して放棄する大韓民国市民。この4月革命によって、李政権は打倒された。ハワイへと亡命する李正万左側に、加藤政権主犯、巨生1960年、李正万が4千を狙った。 大統領選挙に際して、野党の大統領候補、張費の枝玉が、アメリカで病気療養が長引いていることを見計らって、李は、選挙期間を早めた。野党は、悲しみを収め、また戦場へをスローガンで国民に同情を訴えたが、与党は、ケチつけるな、建設だというスローガンで対抗した。この選挙では、与党の不正工作は、前回の大統領選挙よりも徹底された。 副審の力法の副大統領の当選を確実にするために公務員の選挙運動団体を組織し警察にそれを監視させるなどの不正工作、不正投票などが横行した。1960年3月15日大統領理商版副大統領力法の当選が報じられると特に不正がひどかった軽症難動サンでは民主党馬山支部が選挙放棄を宣言。 それは即座に不正選挙を求断するデモへと発展し、これに市民も参加。デモは共産党主義者の扇動を主張する当局がデモ隊に発砲し、8人、死亡50人以上が怪我という惨事になった。同年4月11日、このデモを見物に行きそのまま行方不明になっていた高校生、禁止列が馬山の海岸で頭に、 災害弾を打ち込まれた状態で遺体で発見された。市民、学生などは当局に彼の死因を究明する要求を掲げ、再度デモを行ったが、当局は再びデモは共産党主義者の先導をとこれを鎮圧し、デモの主導者を逮捕した。馬山事件に抗議するデモは芝叩く間に韓国中に飛び火し、4月18日には、 高麗大学とソウル市立大学の学生が国会前で座り込み、翌4月19日にはソウルで数万人規模のデモが行われた。各主用都市でも学生と警察隊が衝突し、186人の死者を出した。同年4月20日、ウォルター・ピーマカナギー中間アメリカ大使が警部隊を訪れ、民衆の正当な不満に応えないのなら、 ドワイト・ディ・アイゼンハワー大統領の法官を中止し、大韓経済援助を再考する。一時しのぎは許されないと、李商番に対して事実上の最後通帳を突きつけ、頼みの綱だったアメリカにまで見放された形となる。4月23日には、行政責任者の地位を去り、原種の地位だけに留まると完全に地位から退くことを否定する発言をし、民衆の怒りは最高潮に達する。 政府は各種用都市に非常改限令を布告した。デモは約1週間続き、同年4月25日にはソウル大学を中心とした全国27大学の教授団が呼びかけた李正万退陣を要求する抗議デモが発生。ソウル市民3万人が立ち上がり、韓国全土に一気に退陣要求の声が広がった。この時、学生代表5名と会見したりは、 若者が不正を見て立ち上がらなければ亡国だ。本当に不正選挙ならば、君たちの行動は正しい。私は辞職しなければならぬ。と語り、覚悟のほどを示した。翌4月26日には、パゴデ公園にある李の銅像が引き倒され、副審である、李キホ大統領の邸宅が襲撃される、事態にまで発展。国会でも、 大統領の即時辞任を要求する決議が全会一致で採択された。このことを受けて午前中に、昌番はラジオで国民が望むなら大統領職を辞任すると宣言し、ようやく下やした。建国以来12年間続いた独裁体制はようやく崩壊することになった。2日後の4月28日に、養子のリアス氏が 一家真珠を図って、李気砲一家を射殺、自らも命を絶った。李正番は1960年5月29日、早朝に妻と共に、金浦空港からアメリカ・ハワイに亡命した。韓国で、李の見送りに訪れたのは、大統領代行となった元政外務部長官だけだった。1965年7月19日、李は、 ハワイの養老施設で90年の生涯に幕を閉じた。臨終に立ち会ったのは妻のフランチェスカ・ドナーと養子であった。フランチェスカは昭和の没後、故郷であるオーストリアを経て1970年5月16日に韓国へ戻り、1992年3月19日にソウルにおいて92歳で死去している。韓国併合時代に、 日本が建設した重化学工業施設の多くは、鉱物資源が比較的豊富な半島北部に集中して立地し、他方南部においてはその多くが農地と山林で占められ、日本が建設した社会インフラが整備されたとはいえ、工業施設は繊維産業などの軽工業が中心だった。このため、建国直後の韓国は、非常に困難なスタートを余儀なくされ経済力では、北よりも、 劣悪だったにもかかわらず、反響政策が優先される中で、経済振興策はなおざりにされていた。そこに、朝鮮戦争が追い打ちをかける格好となり、工場建物の44%、機械施設の42%、発電設備の80%が被害を受けるなど、農地の荒廃や、工場施設や社会インフラの破壊を招いた。 朝鮮戦争の休戦を同意するにあたり李商番はアメリカからの経済支援を要求し朝鮮戦争休戦後の1953年10月1日に米韓相互防衛条約が署名されたことを契機としてアメリカからの多大な経済支援が始まった自給できる資源が全く存在しない中ではアメリカの経済支援を原資とする三四郎産業が主要産業となり 実需要者制に従い援助物資が割り当てられる建前だった。しかし、実需要者の中でも政治力のある業者団体が独占的に配分を仕切り、しかもその中でも圧倒的な財力を誇る財閥系の企業が独占的に買い取ることが常となった。加えて、実勢レートに比して肯定化はスレートでドルが過小評価されたばかりか低金利政策によって、 政権と癒着した財閥が多大な利益を得ることとなる。こうした手厚い保護を受けた財閥系の企業による三四路産業は圧倒的な速度で工業化し1957年には経済成長率は8.7%に達したものの政権末期になると過剰設備投資が顕在化し加えて援助の削減から深刻な不況が起きた。また商工業が 盛んになったのとは裏腹に農業政策はほぼ無策に等しかった。インフレ抑制の一環として米価は低価格に抑えられたものの、結果として農業従事者の収入の低下、不安定化を招き、春休農民が増大化することになった。李商万政権の末期には、春休農民が農業従事者の半数に達した。こうした経済政策の無策もあって、 1961年の北世紀政権成立まで一人あたりの GNP も80ドル前後に止まることとなる。ただし、韓国経済が解放、分断、戦争の過程を経て、1953年から1955年における一人あたりの実質所得がほぼ1910年代の水準にまで後退し、これが1940年代のレベルにまで、 回復するのは1965年を待たねば、ならなかったという状況を留意する必要がある。李承晩政権期から北世紀政権期の1970年前後まで、南側の大韓民国よりも北側の朝鮮、民主主義人民共和国の方が、経済的な体力では、勝っていたのである。ただし、そのような状況は、あくまで、北朝鮮が日本から受け取った物質的な遺産が、 豊富だったからだとも言われる。例えば1930年代後半から推進された軍事工業化の結果、解放後の1946年当時、北朝鮮ではおよそ800カ所以上の大規模工場が稼働中であり、製鉄、精錬、電気、化学など当時世界の先端レベルの工場群が存在した。1939年以降に日本からもたらされた電気、 科学工業の大規模工場は、従業員数が3000、あるいは6000を超える場合もあり、現在確認されたものだけでも200箇所を超える。北朝鮮に敷かれた、鉄道網は一人当たりの鉄道の長さでは、日本内地より高い水準にあった。一人当たりの発電量も、北朝鮮では日本を凌駕するレベルであった。反面、南朝鮮が日本から引き継いだ物質的な遺産は、貧弱だった。 南朝鮮で最も大きな産業は、米国の輸出であった。工業施設は醸造所、精米所のような食品加工業か、印刷業、当時企業のようなものがほとんどであった。このような経済状況を反映してか当時の、韓国では、砂糖が大変な高級品とされており、外国人記者団との会談の最中に、コーヒーと角砂糖が差し出され、 外国人記者たちが自国で行っている通りに、複数の角砂糖をコーヒーの中に入れている光景を目の当たりにして、あなたたちの国ではコーヒーの中に砂糖を入れるようだが、私たちの国では砂糖の中にコーヒーを入れると自身が自虐的とも取れる冗談を発言したことがある。日本からの多額の無償援助や借金による急速な経済発展を達成した牧世紀と比べて、 経済の停滞を解消できなかったとして、韓国内での評価は極めて低く、観光の奇跡に象徴される、躍進の1960年代とは、対照的に停滞の1950年代と捉えられることが多い。朝鮮の独立運動に併合前後から関わっていた、経歴から、李正万は日本を激しく嫌った。アメリカ滞在中には併合以前の李朝を、 東洋の理想国家であったと積極的に言論活動を展開し、これがハースト経新聞によって宣伝された日本イコールヤバン国論の一部となり、アメリカが東アジアに政治介入する政策の根拠となった。また、李性晩は朝鮮が日本統治下にあった時期のほとんどを海外で過ごしていたため、日本や日本人というものをステレオタイプとして抽象的にしか理解できず、 反日政策をいたずらに煽ることにつながったとも指摘されている。加えて、権威主義政権として基盤の脆弱であったことや、歩道連盟事件、チェジュ島4.3事件、国民防衛軍事件のような失勢から国民の目をそらすべく、今日でも、李承晩の民族主義的政策による影響は根強く残っており、 日本と韓国間に横たわる問題の多くが、李承晩時代に橋を発している。代表的な対日政策の一つに1952年の一方的な海洋主権宣言、いわゆる李承晩ラインの設定がある。戦後の1945年9月27日、GHQ は、戦後の不安定なアジア諸国の状況と、暫定統治の都合上から、日本の漁船にかかる、 創業区域を制限した通称、マッカーサーラインを示した。GHQ が日本に求め促した、マッカーサーラインは、1949年と1950年に見直しが進み、1951年9月のサンフランシスコ講和条約による日本国の主権回復を経て、翌年の1952年9月に廃止となる。 日本側の暫定的な漁船操業範囲が国際的な基準に戻される講和条約の発行前の1952年1月、李承晩は大統領令、大韓民国隣接海洋の主権に対する大統領の宣言を公表し、自国の海洋境界線、李承晩ラインを主張した。同時期は朝鮮戦争がおおむね事実上の休戦となり、 深海に士官学校が創立された時でもある。国連海洋法条約や排他的経済水域が成立する以前にマッカーサーラインに代わるものとして設定しようとしたもので豊富な水産資源の漁場の確保を目的として国際協調を無視して李商番が行った措置であった。リラインを越えて創業している日本漁船は従来は公開とされている領域であっても打破され、 長期間にわたって抑留されたり、韓国関係による暴行や銃撃によって分かっているだけでも44人の死傷者を出している。この政策から日韓基本条約が結ばれる13年の間で韓国側が打破した日本の漁船は328隻、漁師3929人が韓国側に拘束されるという事態となる。 李正万失脚時の1960年4月27日には、ダグラス・マッカーサー2世、中日アメリカ合衆国大使が国務省に向けて、秘密原文3470号を送信した。その中で彼は、李正万政権が力づくで、日本の漁民を拘束していることを非難し、人質となった漁民たちを、李正万による残酷で野蛮な行為を受け苦しんだと、表現し、 李商番在任中の8年間日本人は李商番の擁護できない占領主義的手法で苦しんできたと報告している。またリラインの目的の一つには竹島を自国領に取り込むということがあったが、それはサンフランシスコ条約の交渉文書であるラスク書簡において竹島を日本領と定めたことなど今までの経緯を無視する格好となった。リラインの設定で 韓国の実行支配下に置かれることとなった、竹島の処遇は、現在に至るまで、日韓の懸案問題になっている。対日関係は、領土問題や、リライン絡み以外でもしばしば対立が起き、こと北総事業に関しては二度にわたる通商関係の中断や予定されていた、日韓会談を、日本は人道主義の名のもとに、北朝鮮海来政権の共産主義建設を、 助けようとしていると避難して中止するなど激しく反発した。そればかりか工作部隊を密航させ北総事業を主導していた日本赤十字社施設の破壊や日本側担当者の暗殺、帰国船が入港する新潟港に通じる鉄道網の破壊を図った。李正万の日本への反感は止まることを知らず、1954年の FIFA フフワールドカップ。 予選アジア予選では、植民地支配した日本人を領土に入れるわけにはいかないとして、敵地日本で2試合戦うことを条件に、サッカー、大韓民国代表の参加を許し、当時の代表監督にもし負けたら、限界などに身を投げろと言ったというエピソードがある。出場を決めた際には、歓迎式と祝賀パレードが行われた。日本の大衆文化は、公助領族に反する表現として、 規制を受け、教育面でも反日教育を徹底。日程時代を懐かしむことを公にすることさえ、共産主義者などの反政府分子と同様に政治犯となり、韓国成立後のわずか2年で投獄されたものの、総数が日本統治時代の約35年間の投獄者数を超えるくらいだった。戦後は日本の朝鮮統治時代を具体的に知っている。 韓国国民が大多数だったが、こうした政治的弾圧から今の韓国では、新日派として断罪されることが、社会的に抹殺されるに等しくなってしまった。その一方で、日程時代に官僚として務めていたエリートや、少なからず、国策に協力していた財閥や企業は、その多くが独立後も、理性喧嘩で徴用されたり、政権の支持基盤となるなど、 独立直後に謳われていた新日派処分は不十分に終わっている。今日の韓国の教科書では、李正万政権は反響に徹するあまり、新日派の処分が不十分であったといった趣旨の記述があり、新日派の究命は現代の韓国で主要な政治議題となっている。後の牧政規政権は、日本との妥協点を模索し、1965年に、 佐藤栄作首相との間で日韓基本条約を批准した。僕正規政権は日本からの多額の無償経済援助や借款を得るとともに、対日貿易が経済発展の唯一の方法として積極的に推進した。このような僕正規政権の政策と対比して、李正万政権の対日政策と1950年代の経済低迷との因果関係が指摘されている。また、 日本大衆文化の流入制限をしたことも、結果として、その氷雪や海賊版など知的財産権侵害が横行する事態に陥った。後に、大韓民国でも著作権の概念が浸透し、また近代中政権以降、段階的に日本の大衆文化の解放が行われるようにはなったこともあって、今日では次第に改善されてきている。 李承晩の政策は彼個人の反共産主義を軸に、した反共に就寝して、全く見えていないもので、まず南半部による単独政権を樹立してから軍事力による北半部の併合を構想した。1948年8月15日の大韓民国建国の翌9月9日に建国された朝鮮民主主義、人民共和国を国家として認めず、 朝鮮半島北部の反国家団体による不法選挙であるとした上で、大韓民国は朝鮮半島における唯一の合法的な国家であるとし、国際連合もこれに従った。朝鮮戦争の前後から反共政策、プロパガンダは激しさを増し、激しい戦果を経験した韓国社会には、共産主義者を敵視する強い反共意識が芽生え、ほぼ国民的合意となった。 だが、北朝鮮の侵攻を受けた韓国が混乱し、半島南端の釜山にまで追い詰められるほどの集体を晒らしたのは、李性版個人の資質によるところが大きい。劣勢に陥ると独立運動の仲間だった、新翼機、超託僧、僧傘作願など、韓国国会議長団と共に、誰よりも早く逃げ出し、 首都ソウルが北朝鮮に侵攻されつつある中で、偽りの録音放送をして、ソウルから逃げ、渡り後派と批判されている。自分は、在韓米軍基地に避難しながらも避難民で、大混乱状態の観光の橋を構わず、爆破、犠牲者を出すばかりか多くの非戦闘員が、取り残されてしまった。逃亡したことへの対国民謝罪文を発表する、ことを勧められると、俺が、 党のイサオ州かと謝罪を拒否した。逆に放送や命令を信じて、ソウルに残った韓国の残留派に謝罪も色をせずに、常実と寛容と脱落が絶対にあり得ないという恐怖の反逆者処罰を行った。韓国側が優勢になったと見るや、誰よりも目立とうとして先頭に立ち、二川上陸作戦で、 北朝鮮軍の総統が成功しつつある際に、連合軍としての規律を無視して、大韓民国国軍部隊を勝手にソウルに先行させた。韓国から38度線を越えた北朝鮮への逆進行が観光されたのも、国連軍のマッカーサー司令官の意図もあったものの、最初にそれを決断したのは、李承晩の独断先行であった。建国の父となるべき反響の大統領、 李承晩は、生涯大統領を望み、次第に非民主的、権威主義的な性格を表し始めた。大統領であり続けるために、憲法改正の強行や選挙への不正介入を、繰り返し、国会での政敵や、選挙の民主化、不正の真実を求める民衆を、要求的、北のスパイ、平和統一論を唱えた、パルゲインイ等と切り捨て激しく弾圧した。しかし、 最終的に彼を大統領の座、建国の父の座から追い落とすことになったのは4.19、学生革命での民衆の力であった。李正万政権下の混乱を観察したグレゴリー・ヘンダーソンは日本による大日本帝国統治の歴史は朝鮮の政治意識、構造を変えることがなかったと考え、李正万政権は朝鮮の伝統的政治体質を引き継ぐものと指摘した。 李承晩は朝鮮国最後の王位継承者李林とその婦人李、政子の帰国を許さなかった。王政復興を疑っていたという側面もあるが、李承晩には朝鮮半島の二度の支配から大韓民国という独立国家を立ち上げたプライドがあった。李氏朝鮮時代の残死、特に従属国主義などは真っ先に起因すべきもので、それを支えていた王家の人間などは、 自分が築き上げた独立国家に入国させるべきではないと考えていたが政治、経済に関する実務能力のある人間が自派に介無であったことから結果的に日本資生家で官僚として働いたり実業家として松室富を成した人間に依存せざるを得ず日本が撤退してからは世界最低の最貧国の一つに数えられるほど貧しい財政基盤ではアメリカの後ろ盾や 援助なしには国家の運営もままならない状態であった。そのためアメリカに見放された後、傀儡政権でしかなかった。彼には大韓民国を運営できなくなり亡命するに至った。李承晩には大進行帝駆逐費を恥さらしだとして埋めたという逸話が残っている。しかし李承晩とその他の政治家との対立をかつての李氏朝鮮時代における王と、 両半との権力争いになぞらえる論者、朝鮮王朝を最後の君主とする論者も多数存在する。事実、李昌藩の政権は、軍事国家であった李氏朝鮮の系譜の延長線上にあり、その系譜が立たれたのは次の独裁者、北世紀の軍事政権でのことである。現代の韓国において、李昌藩は、建国の父であるという評価と、 民衆を恐怖に追いやった独裁者であるというものに分かれている。韓国の左派が李承晩を否定するのは、1948年の反対を押し切っての単独選挙が南北分断を固定化したこと、南側で単独政権を作らず、北朝鮮との合作を模索していれば統一もあり得たと考えるからと主張している。これに共通して、北正紀の評価も、 韓国では二つに分かれている在韓米軍司令官、ジョン・リードホジは、李承万のことを、横島で情緒不安定、冷酷で腐敗し、どしがたいお天気屋だと考えていた。ある外交官が、ジョン・フォスター・ダレスに向かって、李承万と、蒋介石を批判したところダレスは、言っとくがね、君が彼らについてなんと批判しようが、あの紳士二人は現代版の境界階層だよ。 信仰のために受難しているクリスチャンの真摯なのだと答えたという、ありがとうございます。